こんにちは。代わって県内のニュースをお伝えします。過去最高となる42組90人が参加しました。輪島市の白米千枚田では田植えの準備のための田おこしが行われました。白米千枚田では自分が管理する田んぼを決めて1年間でさまざまな作業を行うオーナー制度を取り入れています。稲作の一番最初に行われる田おこしには、春の青空の下、多くの会員が慣れないながらも真剣な様子で土を掘り起こしていました。ここまで入り込むことって、あの上からとかしか見たことなかったんで、あ、結構な坂やなとか、結構一枚ってこういう感じなんやなっていうのが、なんか、ほんまに今回初めてなんですけど。輪島市によりますと、白米千枚田には大小さまざまな形の田んぼが1004枚あり、会員のサポートによって景観が保たれています。なお、今月17日には畦塗りが行われる予定です。